大変お寒い中、ちょっと雪も、ちらほら混じっている中、お集まりいただきましてありがとうございます、安倍政権の実行委員会主催、安倍政権のプラス野党共闘、0114大行進渋谷、集会の方を開催いたします、私ですね、司会を務めさせていただきます、安倍政権の実行委員会、羽田と半減連の石井です。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず、実行委員会事務局の方から、ご挨拶もさせていただきます。皆さんこんにちは。さっき雪がパラパラと降ってまいりましたけども、本当に今日特に寒くなってしまいました。これからのデモに向けてもっともっと参加者の方は増えると思うんですけども、今日はこの集会からデモ、皆さんよろしくお願いいたします。もう安倍政権に至ってはですね、私がここで、もう多くを語るまでもない、皆さん分かっていらっしゃってここに参加、されているんだと思います。ですので、まあ、私の持ち時間2分ですので、ここはもう割愛させていただいてですね、まあ 私自身は半原発やってます。ここのところはやっぱり大きなニュースとしては、台湾が、本格的に脱原発に舵を切ったということがありました。これもあの日本の 3.11 の原発事故、これを契機に、そういったこともあって、私自身も台湾で運動している人たちを知ってますので、本当に嬉しいなと思いました。その反面、やはりあの事故を起こしたこの国のがこういう手たらくというのが本当に恥ずかしいなと思っております。でもそれは私たちが恥ずかしいのではなくて、安倍晋三さん、安倍政権が恥ずかしいのだということだと思います。今あの国際情勢としてはアメリカで政権交代、トランプ、新大統領が、20日に、就任する、こういったことでまた、日本にもいろいろ大きな波がかぶってくると思います。それに対してやはり安倍政権ではとても心配というのが私は今すごく思っているところであります。もう本当にあの安倍政権のことについては本当にあのもう多分1時間語っても足らないと思うんですね。そしてそれに対決、本当に現実的に倒していくためには私たちの力と市民の力と、そしてどうしても政治家、野党共闘というところにもやっぱりあの後押しをして応援していかないといけない、そういった状況であると思います。今日はですね、安倍政権のそして野党共闘というとことでテーマとして集会とデモを開催いたします。私たちも最後まで頑張って下裏で働きますので、皆さんも寒いですけどもデモまでどうかご参加ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、それでは早速ですが、本日のゲストスピーカーをご紹介させていただきます。プラカを持っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、I am not 安倍で、メディアで警鐘を鳴らされまして、安倍政権カウンターの先方のお一人です。元経産省官僚、フォーラム4の提唱者、古賀茂明さんでございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。寒いですね。でもこんな寒い中本当によく集まっていただきました。ありがとうございます。これ結構持ってる方いらっしゃいますけど、
I am not Abe。 これ写真撮ってください。それでツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとか、それでもう今どんどん発信してください。英語ですからね、世界に通じますから。まあ、1月14日ですけど、今日はねセンター試験もあります。2年前の1月覚えてます？2015年1月、1月の16日から安倍さんがね中東歴訪しました。そしてエジプトに行って有名な演説をしましたね。アイシルと戦う、アイシルってイスラム国ですけど、イスラム国と戦う周辺各国に2億ドルの支援をいたします。世界に高らかに宣言しました。実はその陰で後藤健二さん、前の年からねイスラム国に捕まってました。安倍さんは知ってました。私たちは知りませんでした。安倍さんじゃない後藤さんの奥さんは一生懸命後藤さんを返してくださいとイスラム国と交渉してました。安倍政権は外務省に対して一切身代金交渉に応じるな、厳命を下してました。他の国はみんな裏交渉してたくさんの人質を取り返していました。でも安倍さんは許しませんでした。そして中東に行って演説をしました。宣戦布告ですよね。すぐにイスラム国が反応しました。安倍は我々の聖なる戦いに参戦して十字軍の側についた。そしてそのビデオを、後藤さんのねビデオを公開しました。1月20日でした。びっくりしました。これじゃあ後藤さん見殺しにしようとしてるのと同じですよ。そう思いました。テレビで安倍さんのやったことを批判するコメンテーターがいました。でも1日か2日で消えました。画面からいなくなりました。そして情報番組のメインキャスターが口々に叫び始めました。今安倍さんはテロリストと戦っている、大事な時だ。そんな時に安倍批判をするのはテロリストを利することだ。お前はテロリストか。私たちは心を一つにして安倍さんを応援しようじゃないか、そう言ったんですよ。私はこれは大変なことになったと思いました。日本中が安倍さんを批判できない、そういう空間に変わってしまう。それが一つ。それからもう一つ、世界中に安倍さんが間違ったメッセージを送ってしまった。日本はアメリカと一緒に中東で戦争する国だ。これまで70年培って作ってきた平和ブランド、これを完全にぶち壊した時です。安倍さんのスピーチも後藤さんの映像、イスラム国が安倍は敵だと言ったその映像、それは世界中に流れました。だから私はこう思いました。私たちは今、日本人は安倍さんとは違うんだと言わなければいけない。世界に発信しないといけない、急がないといけない。そして私は1月23日報道ステーションで、皆さん世界に向かって I am not Abe というプラカードを掲げて発信しようじゃありませんかというふうに発言したんですね。これで官邸はパニックに陥りました。せっかく抑え込んだと思ったのに変なやつが出てきて自分たちの失政を批判し始めた。2月になったら私は報道ステーションから、まあ、3月いっぱいで、降りてくれということを言われました。そしてですから3月が最後の
放送でした。最後の放送でこれを掲げたんですよ。これは単なる安倍批判じゃないんですよ。私たちの意思表示です。私たちは安倍さんと違う。安倍さんがやってることは間違ってる。そのことを世界に伝えたい、そういう思いでやりました。どうですか、今日ちょっとね天気悪くなっちゃったけど、日本の景気こんな感じですよ。アベノミクス失敗した。これはね、安倍さんのブレインも認めてますよ。いろんな失敗がある。結局ね、成長できない国にしちゃったんですね、自民党が。でも今ね、安倍さんには強力な成長戦略があるんですよ。成長戦略にも3本の柱があります。 1. 原発輸出大国を目指す。 2. 武器輸出大国を目指す。 3. ギャンブル大国を目指す。悪魔の成長戦略と私は言っています。こんなもの絶対許しちゃいけませんよ。カジノ法案通りましたね。今年はその実施法案を作るでしょう。絶対に負けられませんよ。横浜でねカジノを作ろうとしてます。この夏横浜市長選があります。横浜市っていうのは菅官房長官のお膝元ですよ。横浜の港湾利権とくっついてるんですね。だからカジノを通さなきゃいけないですよ。この横浜市長選絶対負けられない戦いだと思ってます。そして原発どうですか。いつの間にかどん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 原発を絶対に儲かるそういう事業にねするためにいろんな法律がこれから出てきますよ。いろんな制度が出てきます。そして東京電力はね、いまだに銀行にね、まあ銀行だけじゃないですけどね、1年間に1000億円ぐらい利息払ってるんですよ。ね、そこに国民の税金をそこ注ぎ込んでいきます。こんなこと許していいんですか。新潟で米山さんが県知事になりました。よくやりましたよね。市民の力ですよ、これは。ちょっとね、まああまり言いたくないけど、本当の野党共闘じゃなかったです、あれは。でも勝ちました。で、米山さんこれからね戦い始めます。2月に予算案出しますけど、本格的な原発に関する検証のための委員会を立ち上げます。4月からね。米山さんしっかりしてますよ、今のところ。あのね、三田園さんと違います。すごくしっかりしてる。戦略がある。僕は信頼してる。でも最後は市民の力ですよ。市民の支持がなければ米山さんだって一人じゃ戦えない。だからみんなで支えましょうよ。野党共闘頑張ってほしい。でもね、やっぱり言いたいこといろいろありますね。特にリーダーの民進党、まあ、あまりね野党の皆さんがいる中で言っちゃいけないかもしれないけど、やっぱり言いますよね。ぐだぐだ言ってないではっきりさせたらどうですかね。原発30年代産んだ分だ、言ってることが分かんない。明日から原発やめる言えばいいじゃないですかね。カジノ法案、審議のやり方が悪い、そんなこと言わないで、カジノなんて絶対ダメだ言えばいいじゃないですか。頑張ってもらいましょうよね。共産党も頑張ってますよ。できればね名前変えてほしい。それぐらい本気でやってほしい。そうじゃないとね、みんなもう野党を見放しちゃうでしょ。もう政党なんかいらない。
俺たちがやるよ、本当はそう言いたい。でもね、やっぱり野党の力が必要です。みんなで頑張ってもらいましょうね。オバマさんもメリル・ストリープさんもね、いい演説しましたよね。民主主義を支えるのは市民一人一人だ。そして今日はね、マスコミの方も来ていらっしゃいます。心ある記者の方々、ぜひ自分の良心に従って真実を伝え、その責任を全うしてください。それから皆さん、そういう心ある記者の方々を支援してあげてください。すべては市民が支えるんです。夜明けは近い、そう信じています。頑張りましょう。ありがとうございました。大変力強い、素晴らしい、スピーチを、古賀さんありがとうございました。はい、ではですね、引き続き寒波タイムに移らせていただきます。袋を持ちましたスタッフがですね、皆さんの周り、歩かせていただきますので、ぜひ寒波の方をよろしくお願いいたします。こういった集会あとこの後引き続きますデモですね、皆さんの、寒波の方で成り立っております。ぜひ、ちょっとでも結構でございますので、ご協力の方をよろしくお願いいたします。では引き継ぎましてですね、今回のテーマ野党共闘を可視化すべく、4政党の、政治家の方々に本日駆けつけていただきました。それでは紹介させていただきます。まずですね、自由党から、渡辺浩一郎、元衆議院議員。はい、はい、続きまして日本共産党から、木田芳子参議院議員。はい、続きまして社会民主党から、元社民党党首福島瑞穂参議院議員。最後に、民進党からですね、元、内閣総理大臣、菅直人衆議院議員です。勝ったー、ありがとうございます。はい、では、4党の方々にこれからスピーチの方をお願いしたいと思います。まず、自民党の渡辺さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました自由党の元衆議院議員の渡辺浩一郎でございます。まあ、ご存知の方も多いかと思いますけれども、自由党はちょっと前まで、昨年の秋まで非常に長ったらしい名前を取っておりましてね、生活の党と山本太郎と仲間たちというこういう長ったらしい名前だったんですけれども、それを名前を改めまして、で自由党という名前にさせていただきました。私の立場からすると大変楽になったということでですね、また合わせて皆様方にもこの自由党になったということをご記憶いただければというふうに思っております。今日は反原発ということで、私も同じ思いでここに参加させていただきました。
特に私はいつも申し上げてるんですけれども、まあ、技術者の端くれなもんですから、若い時には技術圏におりましたもんですから、本当にこの原発が日本の中にどうしても必要だというんであれば話は別ですけれども、そうではない、原発に変わるべきものはいっぱいあるわけ、自然の中での力を利用してエネルギーを利用してやることはいくらでもできる。したがってこの本当に政治の世界でこれをやめるんだと、まあ、確かに明日やめるってわけにいけないですけれども、何年までの間にやめていくんだ、そう決断するかどうかとだけなんですよ。ですからそのことをぜひご理解いただきますと同時に、私自身もこれは絶対にもういずれやめていく、私どもでは、まあ、2020年とか25年とかその辺レベルを考えておりますけれども、そういう期間の中で技術的に解決をしてこの原発をやめていく、ドイツそしてアジアでは台湾ですらがやめる方向に決めました。そういった中でですね、我が国も遅ればせながらと言っては恐縮ですけれども、この原発をやめていく、こういう大きなうねりを作っていくべきだというふうに私どもは思っております。そのためにはもう今の安倍内閣ではちょっと無理です。原発をやめさせるのはですね、したがってこれはこの政権交代ということをきちっと行うことによって、私どもが政権を担ってこの原発をやめていく、こういうことにしていかなきゃいけない。そのためにはこの次の総選挙で野党共闘、そしてまた市民の皆様方との協力をやって、そして政権を奪い返していく、こういうことをしていくことがこれからの一番大きな政治的な課題だと私どもは思っております。どうぞ皆さん、多くの人たちのお力をいただいて、この野党共闘、これをぜひ実現して、そして、政権交代いたしましょう。で、私どもは思っていることは、単に国だけではなくて、これは地方にもちゃんとこの野党共闘、市民との共同、これを一緒になってやっていくことをやらなかったら意味がない。特にこれからはですね、地方でも市長選挙があります。これは一人区ですから、衆議院の場合と同じでございます。したがってそういうところでもですね、きちっとこの野党共闘をやっていくということをお互いが認識し合って、本当にいい政治を取り戻していこうと、こういうふうに思っておりますので、どうぞお力くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺さん、ありがとうございました。では引き続きまして、日本共産党木田さん、よろしくお願いします。寒い中、雪も舞っているような中、お集まりの皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、日本共産党参議院議員の木田よし子です。今日は日本共産党、実は昨年の参議院選挙で皆さんの力で当選した山添拓参議院議員もご一緒に歩くということで参加しております。共に力合わせて頑張りましょう。ところで、来週からいよいよ国会が始まるということですが、安倍首相は今年の年頭初めの会見の中で、今年は鳥年と、鳥年はしばしば政治の大きな転換点となると、各国首相もリーダーも変わっている、変化の年となることが予想されると言いました。であるならば、この日本の政治こそ私たち市民と野党の力で大きく転換させていこうではありませんか。何しろ安倍政権の政治、本当にひどすぎます。昨年の臨時国会でも、発行見込みのない TPP、 年金カット法、カジノ法、次々と悪法をろくな審議もない中、決闘以来強行採決などしたことがないなどと言いながらも、強行を繰り返したこと、絶対に許すわけにはいきません。だいたいその嘘ついてるのは強行採決だけではありませんよね。コントロールされていると言いながら、福島を切り捨てながら原発再稼働を進む安倍政権、比較的首都ジュバは落ち着いていると言いながら、南スーダンに自衛隊派遣して武器使用のできる新任務を付与する安倍政権、そうやって国民の民意無視して命と暮らしないがしろにする政治、
国民を騙して進めているような政治、長続きするわけがないではないのでしょうか。そうだ。何しろ安倍首相は民主主義が分かっていない。国会の審議の中でも、年金カットの審議の中で、私の話が理解できないなら何時間審議しても同じなどとまで言い放った。でも皆さん、民主主義っていうのは多数決ではないんですよ。どんな問題にしても、どんな意見でもしっかり出し合って議論して、できる限り多くの皆さんと合意形成を図るのが民主主義の基本ではありませんか。にもかかわらず、まともに国会答弁も行わない、多数の力で法案を次々と押し通す安倍首相の態度は、民主主義の国の長としては絶対に許されないはずべき態度なのではないでしょうか。そういう民主主義もわからない安倍首相が今年やろうとしているのが憲法の改悪です。新しい時代にふさわしい憲法を作るための議論をしようと言っている。しかし安倍首相は、じゃあ憲法のどこが新しい時代にふさわしくないのか、何をどう具体的に変えるのかは一言も言わない。それもそのはずです。言えないんです。だって日本国憲法作られてきてから70年は経っていますけれども、中身を見れば世界188ある憲法の中でも最先端の権利や自由を保障することを謳っている、世界に誇るべき憲法ではありませんか。にもかかわらず、その憲法の理想実現するどころか壊そうとしているのが安倍政権。戦争法、秘密保護法、さらには今度は共謀罪まで押し通す。そんな風にして憲法を壊すような政治は許されるわけがない。だから私は言いたいんです。今変えるべきなのは憲法ではない。憲法壊しを続けている安倍政権の政治こそ変えなくてはならないのではないでしょうか。ぜひとも皆さん、政治変えるために力を合わせましょう。市民と野党、力を合わせれば政治変えられる。昨年の参議院選挙、新潟県知事選でもそのことは明らかです。本気の共闘進めていって、安倍政権の政治今年こそ変えましょう。総選挙、都議選、選挙の中で皆さんと力合わせて政治変えるため、私たち日本共産党も力を尽くす、その決意を申し上げまして、この場でのご挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。キラさん、どうもありがとうございました。続きまして、社会民主党、福島瑞穂さんです。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。社民党副党首、参議院議員、福島瑞穂です。たくさんの皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。1月20日からいよいよ通常国会が始まります。まずぶっ潰したいのはホワイトカラーエクゼンプションです。労働時間規制を一切なくする、そんな法案、ホワイトカラーエクゼンプションが国会に継続をしています。電通でさまざまなところで過労自殺死や過労死が増えている中で、なんで労働時間規制をなくすんでしょうか。一緒に力を合わせてホワイトカラーエクゼンプション、どんなことがあっても廃案に追い込んでいこうではありませんか。そして2つ目、共謀罪を提出し成立させると、安倍総理、菅官房長官、二階幹事長が言っています。共謀罪、この10年間の間で市民の力で野党共闘で3度廃案にしてきました。共謀罪、本当に問題です。沖縄高江、リーダーである山城博司さん、今拘置所におります。3ヶ月以上まさに拘束されている。おかしいですよ。3つ目の被疑事実は、去年の1月にあの辺野古でブロックを積み上げた、これがなんと11月に逮捕され、12月に起訴になりました。
ブロックを積んだことでですよ。皆さん、共謀罪の中には組織的威力業務妨害罪が入っています。ブロックを積もうか、あるいは原発の建設、高レベル放射性廃棄物基地建設で座り込みをやろう、そう言ったら、みんなで話し合ったら、決めたら、組織的威力業務妨害罪になってしまうのではないでしょうか。そして建造物損壊罪だってこうなんですよね。既遂、未遂、予備、共謀の順で犯罪が犯罪というかあります。既遂しか基本的には処罰はできません。未遂も予備も極めて重い限られた犯罪しか処罰しません。殺人予備、放火予備、そして強盗予備などです。共謀ですよ。そのずっと手前の建造物損壊罪、壁にチラシをいっぱい貼ろうかなんていう建造物損壊罪、未遂も予備もありません。でも共謀罪の中に入っています。労働組合で、市民運動でチラシポスター貼ろうかと言って建造物損壊罪の予備にすらなってしまうかもしれません。共謀罪は現代の治安維持法です。人と人とが話し合う、コミュニケーションする、決める、そんな民主主義を処罰をしていくような、一網打尽で運動を叩き潰そうとする、二人以上で話せば共謀ですよ。皆さん、共謀罪の提出を許さない、今国会で共謀罪の成立をどんなことがあってもさせない、そのために力を合わせていこうではありませんか。野党共闘もそのために頑張る、そのことを申し上げたい、そう思っています。民進党も社民党も共産党も自由党も共謀罪に反対です。野党共闘で、市民との共闘で共謀罪をぶっ潰していこうではありませんか。軍事化が進んでいます。沖縄、辺野古、高江、そして南西諸島、与那国もそうです。そして私は去年12月、宮古島とそして石垣島に行きました。宮古島市長選1月にあります。そして奄美大島、なんと自衛隊配備とミサイル防衛計画があります。また沖縄を捨て石にしようとするのか、また沖縄を盾にしようとするのか、そう思っています。こんな軍事化を許さない、そのために力を合わせていこうではありませんか。武器の海外輸出、産学共同、こんな自衛隊配備、一緒に反対し、平和の構築をまさにやっていきましょう。脱原発、自治体で止める、裁判で止める、国会で止める、そのことをやっていきます。新潟で、鹿児島で首長が勝利をしました。今皆さん、原発再稼働を言う首長は落選する、そんなことが始まっています。新潟県知事選挙、自民党支持の3割が米山さんに投票しました。函館は函館市自身が大間原発の裁判をやっています。国会で止める、自治体で止める、裁判で止める、そして選挙で止めていこうではありませんか。原発再稼働する首長は当選できない、そんなことを全国で全国で作っていこうではありませんか。今年は憲法公布70周年、憲法を生かす、憲法改悪を許さない、そして韓国のように選挙の前に市民の力で安倍政権を退陣に追い込んでいこうではありませんか。人々の力で退陣をさせていきましょう。頑張りましょう。野党共闘で頑張ります。よろしくお願いいたします。頑張ります。
福島さんどうもありがとうございます、では最後にですね、野党共闘の鍵を握ります民主党の菅直人さんから、スピーチの方をお願いいたします。皆さんおめでとうございます。古賀さんの挨拶の中でもチクリチクリとするところがありましたが、民進党、今日は私が党の代表としてここに送っていただいていることをまず皆さんにご理解をいただきたいと思います。そして原発については、私もあの 3.11 以降なんとか日本で世界で原発をなくしていきたい、だいぶあちこち行きました。行ったところで止まった原発がかなり増えてきました。最初に呼ばれたのはカルフォルニアの3号の堀原発、私が向こうで八津子さんたちと一緒にシンポジウムをやった2日のうちに廃炉が決まりました。また台湾にも選挙の前と後に呼ばれました。ご承知のように台湾は2025年に今動いている原発が40年になるから、それで全てやめる、このことを法律で決めました。最近のニュースではハドソン川の上流にあるインディアンポイント、ここにも私呼ばれていきました。この廃炉も決まりました。世界の流れは明らかに原発をどんどん少なくしていく方向に行ってるんですが、まさに日本はその逆行するかしないか、まさに皆さん方の力がそれをギリギリブレーキを踏んでいるわけですが、今年こそブレーキではなくて、まさに明日以降一切の原発はつかない、そのことを国会で決められる構造を作ろうじゃありませんか、いかがでしょうか。同時に私は昨年暮れから再生可能エネルギーの中で農山村でエネルギーを、自然エネルギーを大量に生み出すという、そのことに力を入れております。実は水田の上にソーラーパネルを少し間隔を置いて並べて電力を発生させる、実際にそれを福島であるいは宮城県でやっているところに先日も行って、またもう一度行ってくることにしております。何が言いたいかと言いますと、今から100年200年前には農山村で米や野菜を作ると同時に炭を焼いてエネルギーを供給した、薪を作ってエネルギーを供給してきたんですよ。それと同じことをですね、農山村で太陽の光の半分は野菜やお米を作る、半分は太陽光で電気を起こし、あるいは林業で間伐材を使って、あるいは枝打ちを使ってバイオマスでやっていく、このことが十分可能であることはもう専門家の間でも常識になっております。そういった意味で原発をなくするだけではなくて、まさに農山層が生き返ってくる、こういう自然エネルギーのまさに大きな飛躍の年に今年をしていきたい、このように考えますが、皆さんいかがでしょうか。そういった中で私はちょっと個人的になりますが、私の母親が8回目の鳥年を迎えました。3人目の孫が今年の1月7日に生まれました。この孫がおふくろの95歳になった時に、この日本はどうなってるかな、本当にもちろん私は生きていませんが考えてます。私はですね、逆にこのトランプ大統領の誕生というのは、考えようによればもう一度日本の在り方を自分たち自身で決める、そのことをきちんと考えるチャンスだと思うんですよ。そういった意味でエネルギーを自給し、食料を自給し、そして人口は
まあ、いい割合は別として50年先には8000万ぐらいになりますから、8000万の人間が平等で民主的で文化的で、そして他の国と戦う必要もない、そういうエネルギーと食料が自給できる国に30年後50年後になってもらいたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。そうした大きな展望を持って野党4党、市民の皆さんの力でこれまでも民進党時々フラフラしましたが、最終的には皆さんの力で4党の枠組みの中でギリギリ頑張ってまいりました。どうか皆さんの力をより大きくしていただいて、民進党がふらつかないように、私が言うのも恐縮ですが、私はもちろんふらつくつもりはありませんが、ふらつかないように頑張りますので、皆さんのお力を借りて4野党の共闘を実現し、今年中には安倍政権がまさに政権交代が実現するよう頑張り抜きたい、このことを申し上げて民進党を代表してのお伝えとさせていただきます。どうもありがとうございました。どうも加藤さん、ありがとうございました。ですね、次回、予想されます選挙では必ず、自民党を敗北に、追い込まなければなりません。野党4党にはですね、ぜひ、小選挙区の、統一候補を立てていただいてですね、選挙協力をしていただく必要がございます。それでですね、ぜひここでですね、4党の皆さんに手をつないでいただいて、野党共闘の意思を、こちらの方で示していただきたいと思います。ありがとうございました。それでは4党の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。市民の力で、野党共闘を進め、ぜひ次回選挙では、安倍政権を、退陣に追い込みましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこれで、集会とあと、スピーチの方を終了させていただきます。この後、デモの方に移らせていただきます。ではデモに関しまして、ご説明の方をさせていただきます。ですね、第1ブロックがサウンドカーブロックで一番先頭になります。向こうからです。で第2ブロックがマーチングブロックといって、政治家の方々、政党旗4本と、ノラブリゲートという、マンチングマントが入ります。で第3グループがドラムブロックになります。で一応こういうふうに3つに分かれておりますので、皆さんなんか好きなところに入ってください。はい、あとはですね、プラカードはスタッフが配布しておりますので、ぜひ皆さんお持ちになって、参加していただければと思います。はい、14時に、デモが出発いたしますので、ぜひ皆さんお急ぎください。あとはですね、このデモ、非暴力、直接行動として呼びかけております。スタッフの指示に、従っていただきますようお願いいたします。また何かございましたら腕章をつけたスタッフがおりますので、そちらの方にお声掛けください。車道ではですね、車に接触しないよう十分お気をつけください。はい、では、安倍政権の、野党共闘ですね、渋谷原宿の街に大きく大きく響かせて、今年こそ安倍政権打倒しましょう。よろしくお願いします。これ何の反省もしない。サウンドカーをここに行きながら前の方に並んでください。
ロック、ここのパーティーブロックブロックの先頭には世代の話題が来ます。それから判定欄目が、ご覧のブロックになります。大体300人ぐらいで、開いていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。皆さんスタッフの指示に従って、あと通路の確保もよろしくお願いいたします。左側の方にお入りください。左側にお並びください。はいはい。これ似て、似てやろ、似て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 、ごめんなさい、一番最後の4番目ということに相談してがありましたので、申し訳ないですが、最後にご出発いただくということで、ご協力をよろしくお願いいたします。あそこの自治労連の旗のあたりの方が、最後の定番に行っていただく感じになります。よろしくお願いいたします。じゃあ、いいですか、はい、P さんの方すいません、2点さんの方に歩いていただきますんで、じゃあもうこれ出てますので、はい、はい、皆さんこっちお願いします。じゃあすいません、最後はたった最後だけ、はい、すいません、お願いします。すいません、先ほどですね、スマートフォンの落とし物がありました。先ほど、ピーチとやった車の、ちょうど裏あたりですね、はい、向かって右側にはけてください。で、後ろの方にちょっと、お心当たりのある方はあちらの、車の横、プラカード配っているところに置いてございますので、取りに来てください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう大成果出しますよ、三沢さん出しますよ。だからさ、この 3定、今
さ一定のところが伊沢さん、手出しますよ。一定を出していいですか。あ、一定、うん、もう時間なんで。あ、じゃあ出してください。はい、じゃあすいません、前の方ちょっと連れてきてください。あ、今ね、移動してくれてるから。皆さん、いってらっしゃい。出発します。まず第1停団、サウンドカーの隊列が出発します。デモ中はあまり横に広がらないように、車に接触しないように更新お願いします。歩道とか棒だけお願いします。デモのコースですけども、まずこのまままっすぐ、渋谷駅の方におります。それから左折して、渋谷駅前に左折しまして、明治通りに出て、原宿方面に、左折します。でずっと、明治通りを行きまして、原宿を通過して、原宿のラボーレ前をさらに通過しまして、それから千駄ヶ谷小学校のところで、左折して、そのまままっすぐ行きまして、原宿駅前を通って、最終的には、この欅並木の北側に、到着となります。約4キロの長いデモですので、もし気分が悪くなったり、される場合は、された方がいたらですね、腕章したスタッフにお申し出ください。よろしくお願いいたします。それからですね、言うほどでもないんですけども、もしかしたら、いわゆるネトウヨの方からの、妨害があるかもしれませんけども、その場合過剰に反応しますと、相手が喜んでしまいますので、できればスルーをするということで、よろしくお願いいたします。何かありましたら、腕章しているスタッフにお声掛けください。よろしくお願いいたします。信号が変わり次第デモ出発になりますので、しばらくお待ちください。先ほどもありましたけれども、ネット右翼などの妨害も想定されます。くれぐれも挑発に乗らない、挑発をしないということで、ご協力をお願いします。参加者が増えてまいりまして、4つの隊列でもって行進出発いたします。原発の夏全国連絡会の皆さんは最後の隊列ということで移動していただきまして、ご協力感謝をいたします。もう間もなく出発になりますので、しばらくお待ちください。非常に今日は寒くてですね、先ほどから雪がちらちら舞っていますけれども、寒さに負けず、雨にも負けず、風にも負けず、槍にも負けず、安倍政権には絶対負けない、その意思を示してまいりましょう。どうぞ、すいません。はい、出発しました。さあ、報道陣はいるんでしょうか。報道陣、新聞記者とかいるんでしょうか。放送局、スタートだけ取ってね、帰っちゃうつもりかもしれませんけどね、しっかり報道してくださいよ。いや、安倍晋三と飯食ったり、飯食ったり、しゃぶしゃぶ、寿司しゃぶしゃぶとか、そういうことばっかりしてないで、市民の声でもしっかり報道してくださいよ。いるんですか、新聞記者、放送局、みんなもいたら捕まえて、最後まで連れていけば、連れていっちゃえばいいから。イエーイ、これを浴びていこう。さあ、2017年、明けましておめでとう、明けましておめでとう。私たちの年が始まった。私たちの1年。
せるバンダ国民が言うこと聞か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 せるバンダ国民が国民なめんな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 言うこと聞かない総理はいらない言うこと聞かない総理はいらない言うこと聞かない総理はやめろ言うこと聞かない総理はやめろ言うこと聞かない総理はいらない言うこと聞かない総理はいらない言うこと聞かない総理はやめろ言うこと聞かない総理はやめろ安倍はやめろ安倍はやめろ安倍はやめろ
疲れ切ってないでしょうね。俺たちの暮らしを雨から守りましょう。長時間労働絶対反対、長時間労働絶対反対、長時間労働絶対反対、長時間労働絶対反対。
Thank you.
上げろ最低賃金いくつで上げろ最低賃金いくつで上げろ中小企業に税金回せ中小企業に税金回せ年金借金年金福祉に税金使え
感じですよ、寒い感じ。Thank you.
金使え。安倍はやめろ。安倍はやめろ。移民を倒せ。移民を倒せ。安倍はやめろ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 。移民はいらない。移民はいらない。安倍政権は私たちに対抗。
の墜落を不時着って言ったみたいに、南スーダンは内戦中ですよ。内戦中、戦闘を衝突って言い換えたり、この辺は比較的落ち着いている、そんな言い方でごまかして自衛隊を行かせて、本当にね、自衛隊の命を何だと思っているんでしょうか。いいですか、あんなごまかして。本当にこの今の政府は私たち国民の命を本当に守ってくれるんでしょうか。いや、自衛隊戻せ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 、今すぐ戻せ、今すぐ戻せ、自衛隊戻せ、自衛隊戻せ、キャンプ守れ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 、救助そうそう、それがそう、今年になってからまた安倍様
Yeah.
安倍晋三は総理をやめろ。
心臓はさっさとなでろ、アル心臓はさっさとやめろ、アル心臓はさっさとなでろ、Oh!
対は絶対反対。原発いらない、原発いらない、原発いらない、国民なめるな、国民なめるな、国民なめるな、子供を守れ、子供を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、生活守れ、生活守れ。
めろ。安倍はや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 めろ。戦争したがる総理はいらない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 。やめろ。野党は京都。安倍はやめろ。野党は京都。安倍はやめろ。野党は京都。野党は京都。市民も京都。安倍はやめろ。安倍はやめろ。野党は京都。市民と京都。